ビバリーヒルズ高校白書、ビバリーヒルズ高校白書、ビバリーヒルズ高校白書、ビバリーヒルズ青春白書、ビバリーヒルズ青春白書は、アメリカ合衆国のスペイングテレビジョンが制作、フォックス系列で放映された青春テレビドラマ、1990年から2000年まで放送された。略称は、ビバヒル。現代は、ビバリーヒリス、9210。 9210はアメリカのビバリーヒルズの郵便番号。放題のビバリーヒルズ高校白書はビバリーヒルズの高校、ウェストビバリーハイスクールというかの高等学校での生活を描いたシーズン1から3にあたりカリフォルニア大学へ入学してからのストーリーを描いたシーズン4から10はビバリーヒルズ青春白書としている。 ストーリーは、寒冷なミネソタ州ミネアポリスで暮らしていた双子の中流家庭が温暖で華やかな上流家庭の子てが、多く住むカリフォルニア州ビバリーヒルズに引っ越し、中流家庭の高校生兄弟が、ウェストビバリーハイスクールに転校するところから始まる。主人公の双子とその周りの友人たちとの思春期から、青年期にかけての恋愛、悩み、離婚、再婚や親の犯罪といった、 複雑な家庭事情、ドラッグ、銃、自殺、人種差別などの現代のアメリカ合衆国を象徴する社会問題と葛藤を描いた点がリアリティあるアメリカの若者像とし評価を受け世界的に人気を呼んだ。制作終了後も再放送が繰り返されるなどティーンドラマの伝説となっており特に高校白書の評価が高くアメリカでは ブレンダー役のシャナンド・ハーティーが出演したシーズン4までをブレンダイアーズと呼びシーズン4までのみ再放送する放送局もあった。日本でも当時代ブームを巻き起こした。ティーン向け女性ファッション雑誌では登場人物の着る西海岸風のアメリカンカジュアルな服装が多く取り上げられ現在のセルブカジュアル風の着こなしは一時はビバカジと称され流行していた。また 日本語吹き替え版では、セリフの独特な言い回しや、決まり文句、ちょい待ち、やっこさん、タイデヤンス、ワーオデスなど、が、個々のキャラクターの個性を際立たせ、この作品を特徴付ける一要素となっている。スウェーデンでは、ドラマの人気絶頂期とも言うべき1992年から1994年かけて、ブランドンとディランという二大登場人物の名が、新生児の名前として、 突然ポピュラーになったことさえある。複数のスピンオフが誕生している。1992年放送開始のメルローズプレイスやそのスピンオフののほか、本作の続編として2008年から2013年まで制作、放映されたシンビバリーヒルズ制白書、そして2009年開始のがある。また、本作終了直後の2000年には、 ビバヒルを皮肉った楽屋落ち物語として話題になった、グロスポイント、ダレンスター制作も放送された。日本での放送は、BSNHK 第2で先行放送し、放送できるストックが溜まるまで休止と再開を繰り返す。遅れて、数年後に、地上波 NHK 総合で1話からレギュラー放送を開始。季節ごとに平日深夜に、 一挙再放送というサイクルで展開していた。VHS では、傑作エピソード集を数本発売し、放送完結後に一巻2話収録で高額な VHSDVD が発売開始したが、シーズン2で打ち切り、その後リボトバックスが全シーズン発売され、リボトバックス完結直後に、総額1、3ほどの連価、リボトバックスも発売された。 シンビバリーヒルズ青春白書、現代は、アメリカ合衆国のテレビドラマで、キュービバヒルの続編。CBS テレビジョンスタジオズ制作により、ザ・ CW 系列で2008年9月2日から2013年5月で放送された。キュービバヒルから10年後を舞台とし、主人公は、カンザス州からウェストビバリーヒルズ高校に、転入してきたウィルソン家の兄弟。旧作から、 ケリー役のジェニー・ガース、ブレンダー役のシャナンド・ハーティー、ジャッキー・テイラー役のアンギレス・ピー、ナット・サン役のジョー・イー・タタ、ドナ・マーティン役のトリス・ペディングがゲスト出演している。また、ブランドン・ウォルシュ役のジェイソン・プリー・ストリーがシーズン1第18話の監督を務めた。アメリカでは2012年10月8日にシーズン5の放送が開始され、 視聴者数の低下によってこのシーズンで打ち切りになった。日本では2010年4月3日より2010年9月11日までと2011年4月2日から5月28日まで教育テレビでシーズン1前24話が放送された。シーズン2は2011年4月より放送が予定されていたが3月11日に生じた東日本大震災の影響により放送が 延期されたことで6月4日より E テレ NHK 教育にて放送され同年10月29日に終了。その後引き続きシーズン3が2011年11月5日より2012年3月末まで放送された。シーズン4以降の放送はされていない。第2シーズンまで DVD 化されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。